建設型蒸気機関車は中華人民、共和国鉄道部の貨物、列車用テンダー式蒸気機関車である。1956年に大連機車車両所にて、開放型蒸気機関車の改良型として設計され、1957年に第1号が完成し、猛沢東が自ら乗車した。これは、建設型という名前が付けられ、その後大同機車交渉。 大連記者車両省、赤書赤記者車両省や27記者交渉などで、建設型蒸気機関車は製造され、幹線貨物用の主軸となった。1965年に一旦製造中止となり、この時までの累計で、製造台数は1135台、大多数は、河北や東北地区の鉄路局に配置されていた。1980年に大同記者賞で、 建設型蒸気機関車の生産が再開され、改良が加えられた。改良型は建設 B 型と呼ばれ、主に入れ替え用やタンク間運転に使用された。1988年に生産終了。B 型は423台の製造にとどまっている。特筆すべき点として、中国国鉄においては、全身型蒸気機関車がかつて幹線貨物の主力機関車として、 大量運用されていたが、建設型の方が最大馬力16.7%、平地牽引力22%、機関車走行率0.9%、と、数値的にはすべての点で勝っていたという。大部分の建設型は、廃車となって、スクラップとなったが、ハミ市やレッドパイク市元宝山区などでわずかに現役の、ものが、鉱山会社や製鉄所の入れ替え、 タンク間運転で使用されている。安倍正幸、岡田健太郎、中国鉄道大全中国国鉄10万キロ徹底ガイド、旅行人、P128 から131、HTTPS、ミニッツ、ニュース、ヒストリー、QRQA6AF07750CB49AF5 億4794万4415。 E1E76HTML2021 年6月23日、閲覧。ありがとうございます。